れで稲田にっていうところが、そういうところが歌詞に出てきます。まだな。そこが、ほぼブラジルっていうコーヒーのコーヒー出してて、コーヒー豆がほとんどブラジルなんですかって聞いたら、いや別にそういうわけじゃない。昔ボーブラジルっていうプロレスラーがいたから、そこから撮ってるんで、東京の別荘っていう。Yeah.